ナンプラーの、ナンプラー、うん、うまっ。いや大事なんですよ、それは。だってさ、オーバーサイズが好きなんでしょ。そう、オーバーサイズの、これは何、レディースの方はどっち、メンズアイテム。うん、大きめがいい。一回ちょっとこれ買ってみる。こういうのとかも楽だから好きなんじゃないの。こんなんとかめっちゃだって羽織るだけだよ。大好き、うん、でこういうのも買おう。最後の1個じゃない。そう、何色が好き、うん、これ良くない。でかい長袖だねこれ。もうそういう季節になる、うん、こっちの方がいい。どういうのが好き。あ、それいい。なんかモスグリーン大好きなんだ。そっちの方がいいわ。こういうのもあるよ。こういうのもいいよね。いや、なんか女の子っぽいやつ好き。いや、これ別に女の子っぽくない。どっちがいい。襟があるのと襟がない方が着やすいかも、多分。それだと襟がない。そうは、こういう感じだよ。いや、こんななんか、うん、女の子っぽく。女の子っぽくないじゃん。いやー、ななちゃん、これ一回試してみてほしい。着れない。着れるって。一回着てみて、着て判断して。着れん。一回判断するには高い値段じゃない。高くない。安い。ジーパン両方買おう。なんで急に思い立つの。急にじゃない、前から思ってたよ。そう、あそこのね、ななちゃんのあれを俺改造したいと思ってるから、ずっと。いや、クローゼット、うん、これそこになら買ってもいいかも。うん、秋っぽくていいね、確かに。これ買おう。いい。これの XL でいいの。メンズの XL、こんなでかいよ。ちょっとでかすぎじゃね。あった。じゃあ、こんだけ。はい、T シャツ5枚買いました。1枚1000円でした。ワンちゃんが塩を食べて。炙りをポン酢で食べて、ポン酢で食べたらいいなと思って。こっちも食べて、刺身で、醤油で、カツオ好き。カツオ高いやつ。コーチにも行かなエビエビ。これエビとエビシマフリ、これいいんじゃない？何が食べたい？エビ？エビしかないよ。オーロラサーモン。すごそう。うわ。うん？どれ？味の子はちょっと食べてみたいかも。トロロ納豆みたいなのない？ネバネバあったら頼んで。オクラと糸カツオ。あ、いいね。それにする。それも来たかったら、これが奈々ちゃんから来たって言ってくれたら行きますよ。
通にさ、回転寿司じゃなくない？1個の料理やん。何枚ぐらい？4枚。まあまあ、でも1着あるとね。これ着こなせたら髪合わせてみて。芝居じゃん。めっちゃ可愛いね。これ可愛いんだけど。アラビア。クソ可愛くね。形のを使ってるんだけど、うん、インクが漏れてもう色ついちゃってるから、まあでも使えてるからね。メッシュだとでも強度が、形かわいい、強度が悪い。こういうのもいいね。なんかヘントで意外といくら1000円。1000円、もうそんぐらいだな。うん、文房具マジ可愛い。これめっちゃ可愛くない？これ。これぐらいでいいかな。俺でも少ないか。かわいすぎない？ディズニーランドだ。何かも。ポンデリング。ポンデリングと。まあ、俺はいつもエンゼルフレンチ。あ、そうなんだ。そうだっけ。Hey. チョコレート。チョコレート。チョコチョコじゃん。